はい、今日は Amazon でアクションカメラを買いました。早速開けていきます。はい、開けました。これメーカーはよくわからないね。アカソって書いてあるかな。アクションカメラ EK7000 になります。もう見た感じがなんか GoPro のインスパイアって感じかな。で、パッケージ見ていくと一応 4K も撮れるってことになってるね。フレーム数が25だからちょっと嬉しいよね。 1080p の60フレームで撮れるようなカメラです。こういう GoPro に似せたようなやつってよくあるけれど、これはちょっと違うのは一応リモコン操作ができます。録画のオンオフができるのかな。じゃあ開けます。はい、パッケージ開けるとカメラ本体と防水ハウジングと、こっちがアクセサリー関係だね。 あとマニュアルも一応入ってるね。で、これはカメラ本体を台座から外そうかな。台座から外そうとしたけどすごい硬いね。ドライバーで外します。じゃあドライバーで、ここドライこんなのあるのかな。ドライバーで外します。はい、あ、回ったね。で、台座からやっと外れました。で、これは上をちゃんと開けるとこれで防水ハウジングから出せるのかな。ま、大きさはやっぱりこう小さいよね。 iPhone6 と比べてもこんな感じだもんね。で、このカメラの特徴は画角が170度っていうのと、4K で撮影もできるようだけど、 4K は25フレームだからちょっと早い動きにはちょっと厳しいのかな。でも 1080p の60フレームで撮れるからいいんじゃないかなと思います。で、 Wi-Fi にも接続ができて iPhone とかタブレットでモニタリングもできるようになってます。で、このカメラの特徴もう一つがこのリモコンも付属されていることだね。これは動画の撮影のオンオフとか静止画のシャッターが切れるようになってます。で、液晶自体も2インチになってます。バッテリーは本体の裏側にあるね。こういう取っ手みたいなのがついてるかな。はい、外せます。で、充電はコンセントのところに USB が入るのね。で、 USB ケーブルを挿して、で、これはあれだね、本体のこのマイクロ USB のところに挿すのかな。なんかしっかり入んないけど、こんな感じでいいのかな。これで充電できるのかな。充電するときはコンセントから USB ケーブルで充電します。電源はここのボタンなのかな。あ、ついたね。はい、ここにノーカードって出てるね。まだマイクロ SD カード入れてないです。まだ開封したばっかりで充電してないけど電池残量結構あるように書いてるね。アクセサリー付属品の一覧になってます。はい、中に入ってたものを一通り並べてみました。これが本体だね。で、こっちが防水ハウジングと、これがリモコンだね。録画のオンオフのね。この辺りが説明書で、予備のバッテリーも一つ入ってます。だから2つ電池バッテリーがあるね。充電のコンセントと USB のケーブルです。まあ、あとはアタッチメント関係になります。まあ、あと防水ハウジングの予備の蓋も入ってるね。はい、じゃあカメラ本体をちょっと詳しく見ていこうと思います。ここは電源オンオフとモード切り替えなんだね。で、設定画面で上がイエスっていうボタンなのかな。はい、で、サイドでカーソルスクロールなのかな。あ、つきました。で、今動画モードになって 1080p 30フレームって書いてあるね。で、まずは日本語モードにしたいね。どっからいいかな。ランク、これから。で、これ上を押すと OK ボタンなんだね。日本語モードに切り替えます。解像度、これは静止画を撮るときのやつかな。 12MP って書いてあるから1200万画素なのかな。ちゃんと説明書見るとこれがスピーカーって書いてあるね。で、その反対側のこの部分がマイクの部分になります。はい、じゃあ
マイクロ SD 入れてみたいと思います。 SD カードはここだね、まあ、家にあった4ギガ小さいけどこれ入れて使ってみたいと思います。あ、向きは逆だね、こっち向きに入れる。はい、32ギガだと 1080p の60フレームだと120分撮れるのかな。この機種はリモコンがついてます。まあ、ここベルトか何か通してこうやって腕につけるのかな。でこれはもう簡易的なものだね、写真撮るのと録画のオンオフかな。でこのリモコンはこれは防水なのかな。この説明書によるとスプラッシュプルーフって書いてるから防水なのかな。アクションカメラ自体は今静止画の撮影モードになってるけど、これで録画ボタンを押したらどうなのかな。自動的に録画に切り替わったね。カメラ自体は録画モードになってるけど、この時に静止画撮影リモコンどうなるか。あ、ちゃんと切り替わって撮れたね。でカメラ静止画モードになってるけど動画撮影をしたいよってなると自動的に動画モードに切り替わるんだね。これ結構いいんじゃないかな。これは別に何もペアリングも何もしなくても使えるんだね。電池も入ってたってことだね、これだとね。で、レンズの保護シールみたいなのが貼られてあるね。これちょっと剥がしておきます。なんか糊みたいなのがついちゃってるから、付属のクロスで拭いていきます。画角は170度だから、レンズ自体もこうやって魚眼レンズっぽく丸くなってるね。で、ちょっと飛び出してるかな。はい、本体を防水ケースに入れてもちゃんとボタン押せるのかな、確認します。うん、しっかり閉まるね。ここがオンのボタンだね。ちゃんと電源が入りました。この機種は Wi-Fi も接続対応になってるね。で説明書には iPhone と Android 対応になってるね。ちょっと一回やってみます。でアプリは EasyiCam って書いてあるね。はい、ちょっとダウンロードします。そうだね、ここにアクションカムって出てきたからこれを押せばいいのかな。あ、これで接続できたんじゃないかな。あ、できたね。まあ、若干のタイム差はあるけど、うん、ちゃんとプレビューできてるね。でこれプレビューしてるときはカメラ本体の方のディスプレイは消えるんだね。でこれでオン、これで録画ボタンを今押したからこっちも録画されてるんだね。止めます。でここでカメラと動画を切り替えるんだね。でカメラを横にすると、あ、大きい画面でも見れるんだね。本体の2インチ液晶よりこういうスマホで見た方が画面大きくて見やすいね。他の機能はこれ何かな。あ、で撮影したファイルもここで見れるんだね。でさっきカメラ本体だと撮ったファイルを削除の仕方分かんなかったけど、ここで多分デバイスから削除しますか。で、あ、動画ゼロになったね。はい、ちゃんと Wi-Fi 接続できました。はい、次回は外で撮影していきたいと思います。